はい、皆さん、いやいやいや、お疲れ様ですよ、本当に。これは今回約1ヶ月ちょいぶりの収録でございます。はい、ということで収録は収録でいいんですが、前回撮った収録が9月3本撮りでの収録だったんですよね。考えてみれば、あれが9月の6日とかそれぐらいかもしれない。本当にもう夏休みが明けて9月に収録して3本ね。あれは確か、前頭英才祭りの件もあって、でその翌週の2本目の収録分が、私が北海道に行ってるとね。北海道行って、その3本目の収録も何かの用事で行けなかったということで、9月はほぼ収録。素晴らしいね、本当に。で10月も結局入って1回しかまだ放送してないか、生放送は。早いもんですよこれがもう。そして今日も、収録ということで、これはいつ以来だ、あいつ分だ、10月、今週か、今週金曜日のね、水をはじくタオルの意味の収録分でございますが、とりあえず9月を振り返りましょう。9月を振り返るのいいんですけど、はい、収録が多いよ何月のほとんど収録で済ましてるんですかこれはね、生放送、本当ですよ。生放送やるために俺はラジオやってたんですか、今まで。本当だよ、そのいろいろネットとかで聞いてくれてる人いいんですから。いやいや、本当だね、助かってるよ、本当にもうなんかね、収録ガッて聞く人もいれば生をガッて聞く、なんかもう2つに分かれちゃってますから、まあ、左派対右派みたいになってますからねいやいや、本当に例えがあるだな、うん、まあまあ、でも久しぶりですよ、でも。いや、本当に久しぶりで、だからね、あの9月なんて、だから収録したのかと、もう前頭英才が始まる前の収録だったから、全部なんか予測して、あれ良かったね、これ良かったねとかって話してましたけど本当にもう未来予想図みたいな話ばっかりしてましたから。いや、でも前頭お疲れさんでした。あ、そうそう、前頭お疲れ様でした、本当に。もう、お疲れの前にちょっとあれ謝罪入れといた方がいいんじゃないですか。そうですね、あんなに出ないって、ね、言ってたのに申し訳ないです、私嘘をついておりました、本当にあのね、これね、急遽出ることになったんですよ。どういう経緯なのそれ。経緯がですね、まず金曜日は道順映があったでしょ、はい、で、そうだからもう正規さんがだから司会は金土でしょ、まあ、金土をやったでしょ、金土、うん、金土をやって、まあ、金曜日は別にあのちょっと用事が、あの仕事もあったんで、うん、それで行けなかったんですけど、土曜日イケル青年会が出演するんで、うん、6時からだったかな。で、俺仕事でちょっと5時までちょっと、あの、拘束されたんですよ。あ、仕事だったのね。仕事で拘束で、拘束されて5時までは、はい。ってなったら、あの、うちの同級生、うん、同じ一緒にやった同級生が、もう OB ですよ、我々。OB ですけど、なんかもう、しょっちゅう電話来るんですよ。なんか多分今日ちょっと人数少ないらしいよ、と。あ、そうなの？って、もうちょっと仕事だからな、5時までだから。6時に演舞するって予定だったの。はい、もう6時か。6時に演舞するから、うん、あ、なんだかんだ、もう仕事終わって準備してても、もう間に合わないし、だって、前頭英才の土曜日なんて、あの、向かってるまでにもう時間がかかるじゃないですか。そうそう、すごい人だったんだから、もう本当にもう。普通なら10分ぐらいでも着くんですよ、我々、うんうん。ね、私たちは。だからもう、だけど、今回前頭とかってなったら、もう歩いた方が早いと。なるほど。大体、まあそういうふうに考えるじゃないですか。で、あ、そっか、みたいなので切ったんですよ。そしたらまた、30分後ぐらいに、なんか踊ってっていうなんか言われてるよみたいな、踊ってお なんか踊ってほしいみたいな、出演してほしいみたいな、うんうんうん、とか言って、あ、そうなの、でも俺はもう時間間に合わんからって言って、あ、そっかって言ってまた切ったんですよ、はいはい、それがなんかもう1時間2時間ぐらい経って、今度また3時ぐらいにそいつからまた電話あって、なんかやっぱ今日踊った方がいいみたいねみたいな。じゃあお前だけだろ、お前だから踊りたいからだろみたいな。諦めねえな。お前は踊りたいから時間もあるから別に行ってこいと。諦めないな、その人。こっちは5時まで拘束されてるんだから、その後行けんぜって。絶対間に合わんからなって言って。いや、ちょっと確かに普通に考えたらしんどい。そうそうそう。しんどい時間帯。もう絶対お前がただ踊りたいっていうそのテンションが上がってきてんだろみたいな感じでもずっと思う。言葉には出しませんけど、絶対そうじゃんみたいな。俺でも出るとしたらもうちょんだらだよみたいな。
エイサーの衣装ももう家にしかないし、どこにあるかも今分からんから、何があるかも分からんからということで、じゃあもうチョンダラだったらあのギリギリ出れるかもしれないけど、でも間に合わんからって言って、うん、まあ、ワンチャンその青年会議持ってて、そうそう持ってて、そこからも着替えて、うん、うんうんうん、ってなったらで仕事終えるじゃないですか。仕事終えて一回家に帰ったんですよ、はい、家に帰ったらそいつがもう準備万端の格好で俺を待ってるんですよもうあいつだけエイサーの衣装つけて準備万端なんですよ驚き満々じゃないですか。そうなんですよ。でも目血走っててもう早く行きたいからか分からんけど、家着いたら俺だから準備されてるから、俺もパッと降りた時に行くよって言って、行くよあいつが一言行くよって言ってじゃあだからちょんだら間に合わへんでって言って5時だし今ってなって、あ大丈夫って言って衣装全部用意したって言ってメイクまで全部準備してあるんですよもう分かった、じゃあもう行くかって言って、ね、ちょっと通行の場所もあったんで、そいつの車で行って、うんうん、でそれをバーってもう本当に運が良くてそんなにまだ空いてたんですよ。まだちょっと混雑がしてないぐらい、うん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 、でそれでもう15分ぐらいでもうあいつの運転がバーッと思うなんかもうワイルドスピードかと思うぐらいそれで15分ぐらい着いて、もうメイクして、もうメイクも適当ですよ、もうそれ塗ってってみたいなで、チョンダラって出て、で、俺、チョンダラってあんまやらないし、どっちかと言ったら、指笛も吹けないですから、私。チョンダラそれでやって、その踊りももう、踊りはできるから、もうちょっとやってる風になんかね、やりながらやって、で、いざ6時にね、6時やって、終わって、はぁ、帰ろうかと思ったら、ちょうど司会してた正規さんがね、もう、トニーさんもお疲れ様でしたって言ったことがありましたから、はぁって俺もその、放送も、名医会長とか本部席見て、ああよく気づいたなと思って。いや、あれはね、もう気づく、その近くに、その、同じね、中曽根くんいてくれて。はい、うちの青年会のね。あの、トニーさんいるよっていう言うんで。え、はい、マジってパッて見たらもうすぐわかる。ね、この、演舞は見てたのよ。はい。もちろん。演舞見ながら台本見たりしていろいろやってたんだけど、うん、もうトニーさんもよくわかると思うんだけど、はい。やってんだけど、トニーさんってチョンダラをやるっていうイメージが俺の中でなかったのよ。ああ、俺もまずやらなかったですからね。ね、さっきも話してた通り、うん。なんだけど、あのチョンダラは絶対トニーさんだと思ったのなんか分かったんだよね。で、もうね、動きっていうかね、もう分かったのよ、それが。なるほど。出てたのよ、もうトニーさんがボワーって。もう私の動きだったんですね。そう、あれはびっくりしたよ、本当に。あれはね、まあでも声届いてよかったですよ。いや、あれ助かりましたもん、あの一言、本当に。いや、また、本当に、こっちはもうちょっといじりのつもりで一言で。いや、もう、あれ助かりましたわ、本当に、トニーさんもお疲れ様でしたって。で、もう隣にいたあの町田由美は全然気づいてないという、いたんですね、って。いや、そうだよと思いながら。いや、本当に、あいつ。本当に。でも、まあ、まあ、僕も声かけられて、でも、もしかしたら見てたら分かったかも。あ、そうなんですか。っていうぐらいは、すぐ分かった。急に、だからあれは助かったな、俺もそのままもう。あの年でもなんか中途半端ななんかもちょんだらしてもそのまま逃げたかったですからね、本当にあれは本当に、まあまあまあよくわかったなってあれですよ、本当に。本当に今年も池原の皆さんはお疲れ様でした、ね、うん、素晴らしいゲームでしたよ。本当ですか、ね、もう本当にあの後だから結局踊り終わった後、緊張がもう解けて、はい、そっからもうだからそうですね、あの放送席に行こうと思ったんですよ。そうそうそう。ほいったら、もう酒も入ってるし、で、うん、俺全然わからなくて、道がもう。最初この放送席の、なんて言うのかな、真ん中が通れなくなってたじゃないですか、今年。ああ、去年までは通れてたんですか、ね、去年までこの通行だったんですけど、そこから行けないから。行けない行けない。もう回っていくしかないと思って。確かに遠いね。そうそうそう、それでもう回ろうとしたらまた知り合いがなんか喋ったりとかあったりとか喋ってて、でお酒走って結局行かずにもう記憶ないまま本当に。でも結局俺9時ぐらいかな、あ、花火やる前ぐらいに帰ってますもん。あ、そうなんですね。帰っててもそこから記憶ないですもん、ベロンベロンでベロンベロンだな、うん、あいつのせいだと思いながら、あの友達、お家の知り合いのね、あの千葉市ってやつのせいだと思いながら、いや、まあ仕事しながらそのまま家帰ったらちょんだらさせられて。そうなんですよ。それ酒飲んだらそうなりますよね。で、翌朝起きたらそのままちょんだらのまま寝てましたし顔のペイントも落とさずに、久しぶりなんだ、ベロンベロンになりましたよ、本当に。心配だな。本当にね。まあでも4年ぶりっていうのもあったし、まあまあ、緊張も解けて久しぶりの踊ったなと思いながら、
やりましたからね。でもその翌日はまた池原子ども会がトップバッターで出るってなったんで、そう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 、それで池原子ども会の子たちのちょっと世話もしながら踊って、うんうんうん、で衣装を一回持ち帰らないといけないってなったんですよ。あ、ほうほう、子ども会の公民館に。なるほど。持って帰って行く人は行ってくださいってっ、うんうんうん、で持って帰って結局戻って5時ぐらいだったかな、5時ぐらいに行こうと思ったんですけど、うん、もうやっぱり年をもらうとダメですね。いやいや、もうもうこの年だと戻る気がないんですよ。わかるわかるわかる。なんかね、も行かないと絶対テンションは上がってるんですよ。行きたいなーって思ってるんですけど、まあもう戻る気がないというか、もうあの混雑とか見ると、すごい人だったっすよ。本当37万人今回入ったらしいですね。更新したらしいですよ。そうそう、本当にあれびっくりしたもんな。あ、土曜日がやたら多くて、土曜日はやっぱ多いですよ。日曜日も僕あの別件、まあ、その前頭絡みの仕事でいたんですよ、会場には。だけど日曜日も多いけど土曜日も多くて、あ、びっくりしたんですよ。こんな来んのと思って。いや、土曜日がやっぱりなんかね多いですよ。日曜日はね、どっちかといったら家族連れが多いじゃないですか。あ、確かに確かに、うん、土曜日はちょっとやっぱり友達同士で行くとか、モアイ仲間で行くとか、うん、だからビアフェスタなんかもすごかったですもん。あのちょっと見に行きましょう。土曜日は入場制限がかかったらしいですね。あ、そうなんですね。日曜日はそのまま入れたらしいんですけど、うん、もうあんなに来ると思いませんでしたからね。すごかったですね。でもまあ4年ぶりの全島エイサーはすごく暑かったですね。そうですね、本当に。でね、だからもう日曜日戻る気ないけどテンション高いから、うん、どうしようかなと思って、でパークアベニューに EB があるじゃないですか、エイサー居酒屋、はいはい、どうせ行くならエイサー居酒屋でちょっとゆっくりするかと思って余韻がまだあるからねと、うん、いうことで、で中入ったらガラッガラ。あ、またもう Z エーサーとかやってる時っても多分ほぼみんなついてますから、行っちゃってるっすね。そうそう。でね、あそこ最近テレビ買ってるんですよ、50インチの。へー。テレビがあって、でそう YouTube ネットもついてるっていうんで、そうそうそう、で俺カウンターで一人でもう飲みながら YouTube で、あのちょうどエイサーのこの Z の生で配信してるんで、生で配信してて、それも見ながら俺酒飲んでたんですよ、うんうんうん、で待てよと、もうここで見れるなら、俺の方が VIP 席じゃんと思って。そう。カウンターでも一人で貸し切り状態でみんな全頭行ってるけど、ライブも、ライブ感を味わうのもいいですけど、もうこの年になるともう、こういった感じでいいなと思ってて。あー、そう、あれね。僕ちょうど日曜日はその配信のディレクターやってたんですよ。あ、そうなんですか。そうそう、アリンクリンにいろいろこう指示しながら、はいはいはい、あの現場とアリンクリンの切り替えの指示とか出してたんですよ。出してたんだけど、あの配信がすごく評判良くて、評判というか、はいはい、あれ良かったよっていう声がすごく入ってきてて、いやー、あれは良いっすね。うん。で、あれ結局花火まで見れるじゃないですか。そうそうそう、結局だから花火ぐらいまでずっと一人でしたもん。いや、でもあれで見れるんだったら全然いいと思う。最高ですよ。だからもうビール飲みながら飯食って、うんうんうん、でタバコも吸いながら見てもうここで動かないでそのままできるという。帰りも心配しなくていいし、帰りも心配しなくていいし、でね、帰りが結局タクシーが捕まらないじゃないですか。あ、そうかそうか。そっから、そうだ、一応8時半ぐらいにもう ディディとか探して電話やったんですけど、もう取らなくても、そっから。そうよね。あれから結局3時間かかりましたもん、11時ぐらいに。かかるな、うん、もうまた近くのバーで飲んでて。そうそう。でね、ディディがね、俺もう、キャンセルするのを忘れてて、ずっとディディをつけっぱのままだったんですよ。これって、でも、繋がらなかったんですよね。繋がらなくて、うん、で、ディディそのままつけっぱなしで、俺また違う店でバーで飲んでて、あ、そしたら、キャンセルされましたって言ってるんですよ。うんうん。あ、違う、俺違う場合に言ってるやつか、そのままディディをつけっぱなしのまま。つけっぱなしだったらずっとこの探してる状態。探してる状態になるんですよ。そういうこと。そうそうそう。それで、俺 EB で飲んでて、そのまま EB からつけっぱで、そのままバーに行ってるんですよ。で、バーで飲んでて、で、今度は俺自分がもうディディ切ってると思ってたから、バーのディディを使って、この3時間後に捕まっていったんですよ。で、携帯見てディディ見たら、キャンセルされてましたって、EB の方でキャンセルされてるから、うんうんうん、キャンセル料をお支払いくださいって言うんですよ。え、キャンセル料あんの、それ。あるんですよ。500円なんですけど。で、俺もそのままもう、終了してると思ってるじゃないですか。で、一回自分でやっぱりキャンセルして落とさないとダメなんですよ、アプリでね。俺そのままだからもう、つけっぱのままアプリを落としてるから、あのな、落としてる中では動いてるんですよ、ずっと、ディディが。うわ、なんかちょっとそこ、そうそうそう、あれね、あれどうにかしてほしいですね。で、別に500円だから払うんですけど、カードなんですよ、クレジットカード。うーん、俺カード持たない人なんで、うん、だからどうするの、これちょっとそのままですよ、今。
じゃあ500円もう 借金がある。借金があるんですよ。だけど払いたいけど何かどうにかしてなんかできないのかなと思ってて、これでじゃあ例えば次 DD を使うときに500円プラスで払えば OK みたいなの。だったらいいんですけど、今これを払わないと DD が呼べない状態になってるんですよ。いやもう使えないじゃないですか。そう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 。ただだから俺はどうにかして払いたいけどみたいな、問い合わせみたいなもうなんかやらんといけんかなと思ってるんですけどね今。これタクシー会社っていうかこの契約してるタクシー会社。そう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 。聞いてみた方がいいんじゃない。どこなのかなと思ってキャンセルしたらもう乗ってないんですよ。あ乗らんからこれどうしようと思って。一応そのあ 手当たり次第というか最初にこう出るディディを契約してるタクシー会社にこんなんなってるんですけどって一回聞いてみた方がいいんじゃないですか。ですね。これちょっとだからもうなんていうんですか、もうアプリ終了したらもうそのまま逆さんでほしいなと思ってるんですけどね。本当これはちょっと全然わからんくて。ああそれはちょっとあれでしたね。うん、これだから大変だったなと思いながらもう帰りましたけどね。もう3時間後にあれ3時間後って街で本当に何なんだろうね、祭りの後の捕まらなさ。いやでもね、これ行ったらまた変な話なんですけど、タクシーさ、はい、うん、いらん時にはいっぱいいるのに必要な時いないっていう、あれ何？本当ですよね。この間そのもう一人とね、うん、二人であのあっちの見たんですよ、山内の方に。はいはいはい。山内に足立屋ができてて。あ、そうなんですね。中華料理の足立屋なんですよ。またいろんなジャンル増やしてきますね、足立屋も。で、雨降ってたからもうタクシーで行こうぜっつって この辺りから行って、はい、1000円ぐらい、うん、で、行くのも全然いなくて。ああ、はいはいはい。30分ぐらいぐろぐろしてもうずっと道に立ってて、やっと来て行って、で、帰りもまた全然いなくて雨も降ってるのに。本当になんか都合がいいですよね、タクシーって。どうなってんのかな。まあまあまあしゃあないですけど。まあまあね、もうだからコロナの4年間でもタクシードライバーも少なくなってるって言いますから。らしいですね。あれですけど、でも代行祭りとか、あ、なんか飲みに行く時って代行あんまり使いたくないじゃないですか、車で。まあ、できる。もし本当に記憶なくなってベロンベロンで何かあっても怖いですから、うんうんうん、だからそんな時のタクシーなんですけどね。なんかだからタクシーの基準をもうちょい落としてもいいんじゃないですか、これからの。なんかこのその日だけタクシーみたいなのできたらいいんだよね。ですよね。あの昔のこの刑事ドラマみたいにこの、あ、寒風をポコッとなんか覆面みたいなね。そうそうそう。あ、それもいいかもしれんな。で、あとだからタクシーの技術ってやっぱ人乗せるから大変なのわかるんですけど、うんうんうん、もうちょっとなんかなんていうのかな、簡単に実地とか。そうそうそう。実地と一日でできるようなもんとかさ。そうそう。あの範囲決めたりとかね、うん、何キロ以内とか。何キロ以内とかいいんですよ、うんうんうん、沖縄市内の、そうそうそう、まではできるっていう、なんかそういう資格にして、うん、だ長距離とかまで行くんだったら、うんうん、今のようなやり方でいいんですよ。そうそうそう。そうしたらもっと増えると思うんですけどね。簡易的にもっとやればいいのにね、うん、沖縄市内限定のタクシードライバーとか作っても、うん、そう、俺はいいと思うんだけどな。僕もあのタクシー運転手にこの運転のうまさ求めてないですから。求めてないですよ。だつけばいいよ、つけば。だって今もうあのベテランなんてもうあるですよ、うん、ポンピングブレーキどんだけするんだっていうのが言えるぐらいですもうあのちょっとね、上の先輩たちですよ、タクシードライバーの上の先輩たちですよ。そうだね、 ABS 無視してるもん、ね、ABS 無視してますから。どんだけあの時代のポンピングブレーキを未だに活用するかっていう天才ですよ、本当に。あれをね、毎回酔ってるままこんな人もうぐら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 もう2回が全部青なったりやみたいな。ああいう時に限って大体赤信号がいっぱいなるんですよね。だからあとね、求めてないこともう一個言ったけ言っていいですか。はいはい、もうついでに、うん、あのね、僕コンビニのおにぎりにふっくら感求めてないんですよ。おお、米のこのあれでしょ。うん、わかるな。ちょっと あれね、誰も求めてないんですよ多分。そうだよな。あのなんかコンビニのおにぎりってどんどん進化してるらしくて、ほう、そのお米がふっくらどんどんしてきてるんですって。はいはいはい。でその正体何かっていうと、うん、あのお米とお米の間隔を空けて空気を入れてこのふっくらさせてるらしくて、米の量はそんな変わってないらしいんですよ。そうなんだ。うん、どうやら。じゃあこれおにぎりじゃないじゃないですか、握るのがやっぱあれですけどね。そう、で僕らってそのおばとか母ちゃんがギュッギュッて握ったおにぎりで育ってきてるんで、うん、そう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 、おにぎりのふっくら感なんて求めたこと一回もないし。ないなあ。あれふっくらしすぎてですね、ポロポロ落ちるんですよ、うん、そう、本当に思う。あれね、コンビニ求めてないですよふっくら感誰も。いや、わかるなあれ。あとあれね、あのどうしても絶対海苔が剥がれるっていう。ああ、もう絶対剥がれる。 100% なんか海苔が剥がれるんですよ、うん、あのこの、ね、開けるときにね。あれどうにかして活用できないのかね、うまくもっと。
筒状のおにぎりあるじゃないですか。あー、おにぎりっていうか巻き、細巻きとかね。あれって一回その袋開けてご飯を分離して、うん、包まれてる海苔を取った上で巻かんという感じじゃないですか。あー、わかりますね。あれ運転中にやろうとして僕海苔だけ海苔だけ飛ばしたことありますからね。もう手もむっちゃむっちゃするし。そうだね、酢飯だしね、またちょっと米のね、茶ネタみたいな。わかるな、それ、本当に。あれだけ進化しないじゃん。ですね。ふっくら感いらないから、あっち進化させてもらいたいんですよ。あと、そんなに納豆の具の量いらないよねってあるんですよ。いらない、いらない、いらない。ちょうどどうせ細巻きにしてるんだから、もうやって、さっき食べた瞬間、もう、下から出てくる、あの納豆巻き。分かる分かる。納豆がポロポロ出てくる時だ、あれ。あんな具いらない。あんなに具いらないって思いながら。いらない、いらない。もう本当に思われ、だったらこれ上下から食べた方がいいのかとかって考えるんですよ。顔を下に向けて下から食べてやる方がいいのか、でも上からボロって出てくるのもまたあれだしなとか思いながら。あれ難しいんですよね。あれはだから重力に逆らわないとダメですよ、あの食べ方は。まあ、本当に、まあ、ちょっと話ずれちゃいましたけど、まあ、ちょっといやいやいやそこじゃないよっていうなんか多々あるんですよ、ね、ありますな本当に。あと俺が最近思ったのが、カレーは横派ですか？横？カレーのルー、ご飯が、皿が、さらにご飯盛り付けて、うんうんうん、カレーかけるじゃないですか。うんうんうん、俺、カレーはもう、真ん中にかける方なんですよ。いや、上にかける方。ご飯の上にもうご飯が全部いくように。だけど、横にかけるって言うじゃないですか。きれい、ご飯とカレー、カレーゾーン、ご飯ゾーンにしたい人ね。うん、あー、お店で食うと大体そうよね。そうそうそうなんですよ。家ではもうそんなことしない。もう皿全面米敷いて、なんなら米の中心をちょっとへこまして、あそこにもうルーをぶっかけるっていう。そうそう、それが一番。これもうだから知り合いとなんか急に話になって、うん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 、でキャンプか、最近キャンプ行ったんですよ。はいはい。キャンプ行って、それでソロキャンプをやってたんですけど、うん、カレー作って、でよそってくれたんですけど、俺上にかける派なんで、うんうんうん、あれなんですけど、こいつ横に入れやがったんですよ。あ、でしかもお店スタイルだ、お店スタイルで、うんうんうん、あれですよ、またあのカレーの器もあの、うん、ラグビーボールみたいな、はいはい、あるよね。ありますよね、細長いやつね、細長いやつ、うんうん、あれでやってるのに、あれって結局横長じゃないですか、うんうん、縦長じゃないですか、うんうん、結局だご飯持って真ん中にかければいいだけの話があってそうだね。なんでご飯あの幅のなさにご飯を横に詰めてカレー詰めてるのかと、まあ、その横長の皿をさらに横に使ったとか、いや、さらに横に使ってと、うわぁ、もう器用だな、もう求めてないんだよ、そこちょっと細長いカレーになってるんですよ、だから本当に断面図みたいな。これ食べづらいっすよ、これ食べづらいし、これでお前なんで横にかけるのいや、本当なんでなのなんでみたいな、いや、この方が食べやすいだろうって、いやいや違う違う、いやいやいや絶対上にかけた方がいいって言って、カレーは絶対その方がいい、もうその方がもういっぱい食えるしね、なんならなんか横派の人は、やっぱりあれらしいですよ、なんかこのご飯とカレーを、うんうん、なんていうんですか、あの分けて食べたいっていうんですかね、あ、ご飯口に入れてカレー口に入れてみたいな、そう、つけ麺みたいな感じですよ。貴族か、それ米そんな食い方、貴族しかしないの米とってカレーつけて食べるみたいな。むずいわ、それはしんどいわ。で、またあの横に分けてると米とカレーの分配絶対合わないですから。ああ僕あのいつも確かめるんですよ、はいはい、ご飯の丘がどこまでがリーフかって確かに。ああ、なるほど。そう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 。リーフない時あるんですよ。急に落ちてる時あるんですよ。ありますね。もうカレーの海がもう一気に深くなってる。そうそう。時たまコンビニでもあるじゃないですか。あるある、もう絶対。かけてみたら下にないみたいな。うん、作ったらもうグーだけみたいなの。あれ最初で確かめとかないと、うん、絶対最後らへん、うわ、ルーめっちゃ余ってしまったみたいな。あれ余りますよね。あれ、だから俺混ぜる派なんだよ。ああ、最初にね。最初にガッツリ混ぜた方がいいじゃないですか。安牌安牌。安牌なんだよなと思いながら。でもこんな風になんか見入ってて、もう最後結局俺もビール飲んだ後にグビッと缶、あの缶を下に叩きつけて、お前と一緒キャンプなんか行くかって言ってからもそれでもう。荒れてるな。あれいやもう彼もそこまで悪いことしたわけではない。なんならよそってくれてる。よそってくれてるだけですから、本当に。今んとこひどい気になってるんですよ。結局朝になってまた普通にオムライス食ってましたけど、オムライス今度はオムライスオムライスのケチャップでまた怒ろうかなと思いましたよ。いいのよ別に、こいつ文字書きやがったと思いながら。いいのよそれオムライス書くべきなのそれ、いいのよそれでなんかそれあたりですよ、ケチャップでなんかも別に厚しとかって書くか、トニーとかって書くから分かるんですよ、
うん、朝って書きましたもんね、こいつ何を朝やねんって思いながら貴族みたいだな、それ分かるわと思いながら、本当にもうね、ということでお時間です。